世界にはわしら以上の蹴鞠の達人がゴロゴロおるわ。貴様も東海一の弓取りならば日の本を制し世界へ飛び出してみよう。世界今川義元は街道一の弓取りと呼ばれる名将である。芸能にも通じ、特に蹴鞠に関しては並び立つ者がいない。しかし時は乱世、義元の相手が務まる者などそうそういるはずもない。蹴鞠仲間のいない義元は日々悲しみに暮れていた。そこに転機が訪れる。伊達政宗と立花宗茂である。二人は言った。日の元に相手がいなければ世界へ行け。義元の目が輝き始めた。まずは東海一の蹴鞠人となるため尾張の織田信長に挑んだ。世界、なんと雅な響き感の。第一位は桶狭間蹴鞠戦。世界がマロを待っておる。今川軍の動きを読み奇襲を仕掛けてきたが、信長侮れぬ。奴に今川の力をそがれてはまずい。吉本、華麗なる鳴りさばき、奇襲部隊に披露せ。マロは世界を目指すの。マロはうつけ殿に蹴鞠の技を見せつけるな。政宗殿、宗茂殿は本意。どちらも牛の手はならぬの。さすが東海一の弓取りよ。物足りぬの。もっと華麗な蹴鞠人と蹴鞠。マサムネ、こうやっておくとどこまでもかけていくぞ。わかっておる。全軍続け。進め。信長は自陣にこもっているようだ。先に手下から倒して圧力をかけた。来たんだ。
挑発か。この調子で吉本の蹴鞠を褒め立て、奴を操ればわしの天下が近づくやもしれぬな。そうだ、吉本公が何の男なら。あっさりと門が開いたか。嫌な予感がするな。女子との蹴鞠もまた風流じゃの。進め！
けどの数を堪能したの。この雅なる手まり戦、我らの技を締めくくろうの。よかった。東海一の蹴鞠人、日の本一、いや世界一となるまで賭けよ。おお、うつけ殿、分かってくれて嬉しいな。決めたの。うつけ殿もマロと共に賭けようの。風薫る戦の後やすがすがし。